クロラールは有機化合物で有機ハロゲン化物アルデヒドの一種 IUPAC 命名法ではトリクロロエタナールと表されるトリクロロアセトアルデヒドとも呼ばれる沸点摂ン摂取97.5度の無色の刺激臭のある油状液体で水、エタノールに液用電気陰性度の高い塩素原子が3つクロラールのカルボニル元のアルファイに位置し カルボニル炭素への嗅覚的負荷反応が有利となっている。クロラールを水に溶解すると速やかに負荷反応が起こり、放水クロラール2に変わる。エタノールに溶解するとヘミアセタールである、トリクロロエチルアルコラートを生じる。そのため、通常、車状化合物ではアルデヒドに比べ不利な構造である、アセタールやヘミアセタールが、クロラールでは安定に存在する。 このような性質を持つためクロラールの単体を得ることは比較的困難である。アルカリと反応してクロロホルムと偽酸に分解する。また、硫酸を触媒として重合子三量体の白色個体を生成する。クロラールには、香水クロラールと同様に鎮静、催眠、後継連作用があるが、その目的で使用されることはない。服用すると、水分、 遺産などにより容易に分解するためである。また、クロラール自体の刺激性も強いためである。ありがとうございます。